今日は実家にウーバーイーツを送ってみます。なんでって言われたらちょっと分かんないですけど、そういう企画です。ママには何にも言ってないですね。まずママたちが家にいるかも分からないし、もうご飯を食べちゃってるかもしれないし、どのような状態か分からないので、はい、選んでいきたいと思います。どうしよう、何送ろうかな。 Uber Eats を頼んでからママに電話して、今 Uber を送ったからっていう感じにしたいと思います。冷めても美味しい系、みんなのさ食違うじゃん。ママはもう玄米とかサラダとか鶏肉とか、ママねアジアン系のね食べ物めっちゃ好きなんだよね。でもそうするとみんなが食べれないから、これだったらジジちゃんもカエちゃんもトドちゃんも甘いの好きだから喜ぶかな。ドーナツ屋さんとサンドイッチ屋さんどっちもパンやん。ちょっとミスったか。じゃあ今からちょっとママに電話したいと思います。え、どうしよう、出かけてたら日曜日だしめっちゃ晴れてるし、ワンちゃん出かけてるかもしれない。まあジジちゃんがいれば。ではママに今から突撃電話、出なかったらどうしよう、ビデオ通話にします。おお。もしもし。もしもし。どうしたの？いや、ビデオ通話なんだけどこれ。あ、ビデオ通話。うん。何？何してんの？今。何もしてない。今ね、あの。あ、かえちゃん。あ、何言うの？今 YouTube を撮影してる。え？え？やだ。え、どうすればいいのじゃあ。マサイクかけてよ。え？え、これさ。何の用よ。教えて何よ。ね、これさ。え、今さ、これで動画撮ってる。今、まあ画面録画してるんだけど。どうする？何のよ。あの、あれ、Uber Eats を送りつけてみたってやつ。ああ。今 Uber Eats 頼みました。マジで？うん。楽しみ。ね、ママのさ、顔を写してよ。え、何届いたの？え、何届くの？え、カエちゃんの前？ここ汚くない？この部屋。ね、カエちゃんの前？全然汚くないよ。大丈夫。じゃあちょっとお楽しみということで。ママもくっつければいいの？ん？ママもくっつければいいの？あ、カエちゃんのもあるよ。カエちゃんのあるよ。あるよ。ママも送りつければいいの？ママもさ、そう、送ってほしいなって思って。あ、分かった。いい？今？うん。いい？分かった。2個送ったから。あ、私。うん。え？大丈夫だよ。じゃあ、はい、待っててください。つきそうになったら LINE するね。まあでもそんな、え、場所移動する。まだみんな寝てた？え、寝転がってた。ついてきた。え、ねねちゃんもいるの？ねねちゃんは出かけた。あ、出かけたんだ。やばいやばい。テレビ電話。テレビ電話。いいよ、ただいま。あ、ライブだと思った。ああ。なるほどね。じゃあね。ねねちゃんはいないみたいだけど、みんないたのでよかったです。でね、今電話してたはるくんが起きました。おはよう。おはよう、はるくん。ご機嫌だな。ご機嫌だな。おはよう。よく寝てたね。
すっきりしてますね。こちらにもママがウーバーイーツ送ってくれるということなので待ちたいと思います。もしもし、どうした？もう切っちゃって。あ、切っちゃって。うん、うん、大丈夫だよ、ね、うん、ママがね、今送りつけたから。うん、待って。うん、うん、あ、もうすぐじゃん。うん、ありがとう。バイバイ。はい、バイバイ。楽しみだね、何が届くかに。今ピンポン鳴ってウーバーイーツ来ました。ママたちの方どうなったかな。なんだろう、何が来ただろう。多分ね、私の予想だとさ、ママが好きなあのサンドイッチ屋さん、ママサンドイッチ好きだからさ、絶対サンドイッチじゃん。え、待って、全然違う。あ、やばい。てか、まずサンドイッチじゃない。なんだろう。あ、なにこれ。え、あ、サラダ。え、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。何これ、めっちゃ美味しそうなんだけど。え、何これ、ウーロン茶ティーだ。カフェじゃん。え、どこなのか全く分かんない。こんなとこあったっけ。え、なんか異国の匂いがする。見てください、こちらです。何これ、届いた、ありがとう。何かかけるの。何これ。え、下に麺がある。麺だ、麺だ。アルコも食べたいな。これ何、もしかしてパクチーってやつ。私パクチー食べたことないんだよね。え、なんだろうこれ。なんか異国だ。何これ。ごめん、いただきます。わからないんだって。どこの店で頼んだのこれ。美味しいよ。でもこれ初めて飲んだ。何これ。何これ、鼻から通る不思議な香り。何これ、やばいんじゃないの。ちょっとスクショ。アジアンだ、これが謎。飲んだことない。うん、これ絶対パクチーってやつじゃない、もしかして。やっぱパクチーだ。すごい、初めてパクチー食べた。これのことか。なんか小さい頃公園で食べたことあるかも、もしかしたら。パクチー食べられるって来てから、パクチー初めて食べた、嬉しい。これがパクチーって言うんだ。初めて食べた。食べる機会がなさすぎて。本当に公園で食べたな、昔。公園で香ったよ、この匂い。なんか毒ダミみたいな匂いがする。公園の、でもあんま好きじゃないからちょっとどけとく。絶対に食べれないってわけじゃないけど、まあなくてもいいかなっていう。あるあるある、寂しいな、寂しいな。やばいな、ちょっと
これ。でも自分じゃ絶対に頼まないから嬉しいな。こういうことか。この企画の醍醐味というか。普通の送っちゃったな、なんか。やばい匂いがする。日本の匂いじゃないこれは。はるくんです。ティーだよって。何ティー、スクショして。何ティー、これは小さい頃から食べてないとね。香りがすごいな、本当に。なんて言うんだろう、いい意味で臭いというか、本当にいい意味でだよ。ロンスティ、ロン、ロン、レンティ、カス茶、ロータスティ、ベトナム美人茶、ハス茶、ベトナム料理なんだ。確かにベトナム美人って感じする、本当に。これねすごいのよ、はるくん絶対頼まないから嬉しい。こういうの食べれた、本当に。はい、多分ママたちのところにも届きました。普通の送っちゃった、なんかママ天才。美味しい。嬉しいけど、もう春巻きね、めちゃくちゃ臭いんだよね、いい意味で。くっさ、うん、うん、美味しい。いいね、たまにはこういうの食べるの。やばいもん頼んだな、ママ。なんかはるくんお腹すいたんかな。お腹すいたか、そろそろね。やば、味は美味しいんだけど、鼻から抜けてく後からする香りが異国だって感じ。美味しいけど慣れない。不思議だね。面白いね。じゃあはるくんご飯にしよっか。じゃあこっちの動画こんな感じに終わりたいと思います。じゃあね。あ、わかった、ドーナツが。え、嬉しい。でもドーナツじゃない、今はママの口は。よし、じゃあ何が届いたか。これ貝の、これ貝の。いいだよ。ちょっと待って、みゆかがこれ何って言ってるからちょっと返事する。いいよ、聞いて。うん、いいよ、紹介して。たぶんこれドーナツ。なんかメモ書いてある。これだとほら、貝ちゃんが見えなくなっちゃうから。不思議だって。これが入ってるんだって。ママ、いい芋を食べて。待ってよ、紹介して、まず。あハス茶だ。紹介したらもう食べていいよね。これが、これで。これはデザート。まあ、こんなにあげてないね、うちらね。で、これが、でも嬉しい。多分ね、これ嬉しいね。あ、ここから。待って、やりたい。やりたい。お待ちください。ねえ、やりたいから。これ、こうやもん。すごい、すごい、すごい。食べて。まず、お見せしないと。まず、まず。まず、まず。これ、かいちゃんのね。全部書いちゃう。え、全部？いや、
え、これとこれ、これとこれ、これとこれ、かいちゃん。オレンジとチョコのやつ。うん。で、かいちゃんね。あとはもう私食べていい。いい、食べて。まだだって。え、これは。まずしょっぱいものから食べようよ。え？あ、香りつきた。ねえ、ちょっと、なんていうの？プレゼントみたいなね。うん。開かないんだけど、これ。ちょっとこれ大量だね。あ、お野菜いっぱいだ。3人分。嬉しい。パンプキンコロッケだって。野菜は。こんな店あるんだ。お、あ、サンドイッチだ。美味しそう。食べよう。これは何？食べよう。ヨーグルト。これなんだろうね。え、これは多分練乳みたいな。そんなことないでしょ。お食事だよ。あ、マヨネーズだ。これマヨネーズ。ね、これマヨネーズ。分かった分かった。マヨネーズ。マヨマヨネーズ。ちょっとどこれは。卵サンド、え、あ、そういうことか。卵サンド、あ、卵サンドだ。卵サンドにしよう。しかも分厚い。ほら、ミュカから送りつけられていた Uber Eats です。食べていい？はい、どうぞどうぞ食べてください。これはなんかこういうやつ。私はかぼちゃが食べたい。そしてサラダもあるんだね。かいちゃんは卵サンドがいい。これもしかしてこれドレッシングかな。食べない野菜は。朝ごはんいいなこれ。もうちょっといるかな。ちょっとしてんの。もうちょっともうちょっと。やめて。不気味なことしないで。ありがとう。うん、やっぱ野菜ね。うん。やべ。こういうの見せた方がいいんだろうか。大変だよ。もう。痛い痛い痛い。ごめんなさい。目閉じて。はい。半分。半分こしない？うん、それは本当美味しい。かぼちゃはうまい。ちょっと食べる。かいちゃんのさ、そのちょうだい。うん、食べちゃう。いいの？うん、交換していいよ。いいの？うん、ちょっとドレッシングの味するかもだけど。うん、結局、母ちゃんコロッケ気に入ったみたい。コロッケ、コロッケちょっとあげて、トトちゃんに。うん、ちょっとちょうだい。少し辛い、これちょっと辛い。ちょっとキーンときた、ここに辛くて、はい、あるめっちゃ美味しい。ドーナツ食べればいいの？マスタードだ。ねえ、鼻にウォッチ入ったよ。なるほど。もう一回飲もう。辛っ。いただきます。
私はね、さっきミウカに送ったの、ウーバーで、一番食べたかったものを送ったの。だから、もう私はそれが食べたいなと思っちゃってて、全然違かったからでもお野菜いっぱいでよかったなって、まあ、油ギトギトだとちょっと困っちゃうなって感じで、うん、でもドーナツあるからね、まあ多分かえちゃん用にくれたのかもしれない。以上でいいですか。はい、ありがとうございます。自分たちはこれ頼まないから、多分面白いね。これ辛くなければよかったのに、辛くなくて好きだったのに。なるほど。え、辛くなかったら、これ辛くなかったら、